はい。えー、こんにちは。本日は。こんにちは。本日は、株式会社、ミクロコスモス代表取締役で、ご自身もアーティストであり、表現者である、関口紀恵さんにお話を伺いたいと思います。関口さん、よろしくお願いいたします。はい、はい、皆さん、はじめまして。 えー、関口真恵と申します。よろしくお願いします。しくします軽く、スピさん、ちょっとご自身のことを自己紹介をお願いしてもよろしいですかわかりました、えー。株式会社ミクロコスモスの代表をしております、関口真恵と申します、えーと。私はですね、小さい頃からずっと表現の世界にいまして、えー、15カ国ぐらいですかね、海外での公演をダンサーとして。 えー、踏んでまいりまして、そして、えー、体オーケストラという、体と声を使ったオリジナルのワークショップを全国で、えー、行いましたり、あと360度ビューティーといって、その人が、まあ、自分に没頭して、自分に夢中になっているだけで、周りがこうエンパワーメントされていくような女性をどんどんこう作っていこうみたいな活動をしておりますよろしくお願いしますすよよろろししししくくおお願願いいいたします。 では早速なんですが、どのような夢やビジョンをお持ちですか、はい、そうですね、私はまあずっと、ねあのー、表現者、今でも現役の女優として舞台やテレビなどにも出させていただいているんですけれども、あのー、やっぱり表現を通して活動していることが多いので、あのー、私たちその表現者だけでなく、どの人も まあ、アーティストとして生まれたんではないかなって思う瞬間っていうのがありまして、うん、なので、えー、自分はその表現なんて得意じゃないしって言ってる方から本当に表現をしていきたいって思っている方までそういう方々の表現のお手伝いとかもっともっと自分を表現するっていうことのお手伝いなんかをしていまして。 でこれから先はその体オーケストラという小さい子から高齢者までがみんな楽しめるこのオリジナルのワークショップを日本だけじゃなくて世界でも発信していきたいっていうのとあとこの360度ビューティーという活動でねあの、まあ、360度どこから見ても美しいとかそういうことを言っているのではなくてその人が輝いていると周りがどんどんエンパワーメントされて勇気づけ,て勇気づけられる。 というような、そういう人々を作っていきたいなと思っております。はい、はい、ありがとうございます。すごいどんどん引きつけない。そのお話あの続いて聞きたいなと思うんですが、じゃあそれを具現化するためにどんな目標や計画を立てていらっしゃいますか？そうですね。まあ、目標目的って言うとすごく簡単な言葉で自分はあのー？ これが私の人生の目的だなと思っているの,っていうのは私,の私自身だけではなくてどんどん多くの人々を勇気づける、まあ、私のやっていることがすべて勇気づけになるといいなと思っているのと、えー、日本の女性たちがその輝きを世界に発信できるような場づくりですねそういうことをしていきたいなと思って今活動していますありがとうございます。 じゃあ、その場作りの,その目標や計画に対して、現在、どのような活動指針を持って、どのような基本活動をしていらっしゃいますかそうですね、あのー、今、たくさんのことを実は同時進行でやっているんですが、例えばこちらに今ある体ラダオーケストラに関しましては、もう近々でインストラクターがね、えー、60名ほどになるんですね、全国ではい、なので。 私がやっているそのワーク自体をたくさんの人たちにこう伝えていっていただけるようなメンバーを募集して養成活動をしていますね。で、その言葉とかそういうものの壁がないようなワークショップなので、はい、あのできれば世界に向けて発信していきたいなと思って今、具体的に動いていてで、どうやって世界に発信していくんだろうといったときに、私自身がですね、あの えー、先月は国連主催のイベントにニューヨークで公演をイベントに出演するというのをやってきたんですけどもこの10月7日にはあのニューヨークのカーネギーホールに出演させていただいてですねあるイベントがあるんですけど日本の文化を世界に発信するというイベントがあるんですねそれに私自身も出演させていただくことでまずは自分が行って えー、そちらで体験してでいろんな人たちとのつながりを作って私がまた書いてできることをやっていきたいなと思っています360度ビューティーアクトに関しましては私があのハリウッドでね学んできた演技メソッドがあるんですけどもその演技のメソッドを一般の女性日本人の一般の女性にどんどんあのー 伝えていくと、ですねその人生の目的が勝ち取りやすくなるなって思ったんですね。うん、これはあの興味がある方はぜひ一度、体験にレッスンにいらしていただけたらいいと思うんですが、本当に自分が主人公に、人生の主人公になったような、そういうふうに振る舞うには、どんなふうにしていったらいいのかということを分かりやすく説明させていただくようなレッスンをあしています主、はい、に女性が対象なんですかね。 そうですね、あの女性が多いという感じで,です、ね、女性じゃないとダメとは思ってないですね。ただ、私あの、子供が2人おりましてあの、ママの存在のすごさっていうのはね、周りにいるママたちのやっぱり、うん、ママ友もそうですけど、いろんなところで,で出会っている、本当に活躍する女性の多さっていうのをね、私も知っているので。 そういう方々がもう一つ二つ前に進むときにどうしても自分を表現しなきゃいけないじゃないですか、うん、でその時にここぐらいまで表現しても大丈夫だよっていうところをあのお伝えしてやっぱりそれはエンパワーメントですよね勇気づけをしていやここまでいけるんだここまでいけるんだっていうような感じで、はいあのー、押し上げていけるような存在になりたいなと思ってお仕事させていただいています。ありがとうございますす素敵ですね どんどんね拡張、日常とはまた違った形でこう拡張していけるようなそんなイメージが来ました。そうでは、そもそもその夢やビジョンを持ったきっかけっていうのが何だったのか、そこにはどのような発見や出会いがあったんでしょうか。 そうですね、私がこう自分がパフォーマンスするのが楽しいなと思ったのって小学生ぐらいの時にあの皆さんもあるかもしれないですけどお遊戯会がやったりとかね、自分が誰かのものまねした時にみんなが笑ってくれたりとかですね、こう何か表現をして喜ばれた時が自分であこれ楽しいなと思った瞬間が私にもあったんですけれども最近ですとやっぱりコロナがあって皆さんがこう表現、うん、笑ってもいけないとかね <あ>の <laughs> 大声出してはいけないとかっていうこの制限されたじゃないですか、うん、この制限されたことがやはり私たちってもっと笑いたかったんだとかね笑顔を見たかったんだっていう気持ちになりませんでしたなりましたね,ねだからやっぱり <laughs> ですよねで特に はね、あの黙って給食を食べなきゃいけなかったりとかそういうことがあったと思うんですね。で私もそのタイミングであの父を亡くしましてで何だろうこのまんまだと人生終わっちゃうみたいなちょっとしたこう、うん、危機感というかね急がなくちゃみたいな風に思った時がありまして、まあ、それがすごいきっかけで自分自身をもっと自由にしてもっと表現したいことを止めないように自分が したという時に、たくさんの人に出会って、その方々のおかげで、今があるという感じですね。はい。これは本当に、あの、コロ、コロナの時期に。コロナだったんですか。そうなんですよ。そうなんですはい、だから、本当に、この話をすると、みんなも驚かれるんですけども。分かって、五日でなくなってしまったんですね。え。 そうなんで,すでそれも自分たちはそこまでになると思ってなかったのにであの時って、まあ、去年おととしなんですけどもみんな初めてのことだったじゃないですか、うん、うんねお葬式もしちゃいけないとかもういろんな初めての時だったと思うんですよねでやっぱり自分自身があこんな風にあっさりと、うん、なんか命ってなくなってしまうんだと思ったら もう誰かを待っている場合じゃないというか、うん、誰かに見つけられるのを待っている場合ではないなというふうに思ってあの時はみんなはこう黙ってなきゃいけなかったし一度消極的な感じに日本中がな,なりましたけど、うん、だからこそ次の準備をしていなければいけないなと思った、まあ、それがきっかけですねで同じような考え方の人たちに出会って今があるという感じですかね。 すごい考えられる、このお仕事的にもかなりアーティストとして考えられるような時間というか、月日だったなって。はい。さあ、はい。ございます。はい、じゃあ、その発見や出会いの背景、まあもっと根本的なところには何があったんですかそうですね。えっと、アメリカにね、本当にコロナの直前、2020年のもう年の頭に、 帰ってくるとき、ロックダウンになるかみたいな、それぐらいのタイミングで私、アメリカに行っているんですねで。そこでイバナ・ジャバックというあのブラッド・ピットとかの先生みたいな演技指導者の方に直接お芝居の、まあえー、ブートキャンプ、演技ブートキャンプっていうんですけれども、そういうところに参加させていただくきっかけがありまして、でそこであの日本人女性が普段取とっている振る舞い。 っていうのが、うん、独特な振る舞いがあるなっていうふうに思ったんですね。ええー、何ですか。あの、私たちってやっぱり昭和のお父さんに育てられてるじゃないですか。高も <laughs> そうでも、ね、昭和のお父さんに育てられている日本の娘の悪党をしてるなって思ったんですよね。何ですか。それすごい,いす。うん、例えば、なんかこういうふうに言ったら。お父さんは喜んでくれたよなとか。 うんに言ったらなんか買ってもらえたよなとか、はい、こんな風に言ったらいい子だと思われたよなとかっていう小さい時の、うん、まあ成功体験ってあるじゃないですか。私たちは私360度ビューティーアクトではそれを振る舞いのことを「アクト」っていう風に言ってるんですけどもそう私たちはやっぱりその得意なアクトをやってるんですよね。うん、だからこう,こういういうに振る舞うとこんな風に思われるよっていうのを。 成功体験をととにやっっっててしまっているるころがあるなと思ったんですね。うん、で、それが、えー、と時として目的とは違うような振る舞いをしてその目的が勝ち取れないっていうようなことも女性には例えばだからあのいいお母さんをするためにやっぱり自分を犠牲にしなければいけないとか、まあ、むしろ子供を言い訳に自分の夢が叶わないような振る舞いをしてしまうとかいろいろ言い訳ってつくので。 自分の人生の目的をちょっとずらした振る舞いをしてしまうと結局手に入らないわけですよね。だからそういうところに気づいてあこの演技メソッドっていうのは主人公がラストシーンに勝ち取るのは何かっていうことを考えるわけなんですけどもじゃあ私の人生最後に勝ち取るのは何だろうって思いながら今を生きてますかっていうようなそんなことをお伝えしてるんですけども。 はい、それが、まあうん、彼,彼女と出会ってその演技指導を受けて日本に帰って女性たちに伝えなきゃっていうすごい思いがあふれてで帰ってきて360度ビューティーっていう活動を始めましたそれとコロナの先ほどのお話があったことと相まってはいはいその,あのちょっと突っ込んでお伺いしたいんですけどそのビューティーっていうのは、うん 美しいどんな、まあ、リライズニュースもこの美しい時代を作る人たちって書いているんですが、そこと何かつながることとかってございますか、はい、ありますね、今ね、やっぱり美しさっていうのを、えーとそうですね、私が今、瞑想、メディテーションですね、メディテーションのお勉強させていただいてるんですが、その方がね、やっぱり苦しみから始まったことは苦しみで終わる。 美しい状態から始まると美しい結果になるっていうふうに言っているんですよね。でやっぱり物事って最初に苦しいな嫌だなと思って始めたことってそういうふうになっていくじゃないですか。うんうん、だけど美しい状態で自分がスタートすると世界は美しくなっていくっていうふうにあの私も思っていてだからこのねあの美しい時代を作る人たちっていうところで選んでいただいて私は本当に嬉しいなと思ってまさに 男の人も今昔はそんなこと言わなかった男の人が美しさとはってあんま言わなかったと思うんですけど最近はいろんな男性がね美しい状態っていう風に結構私の周りの男性は言い始めていて、うん、世の中がやっぱり苦しみじゃなくて美しい状態美しい時代を作りたいのかなっていう風に思ってるので私たちはその360度ビューティーもう全てが美しい世界を目指したいなっていう風に思っております。 ありがとうございます。すごいつながってて、私も嬉しいです。そうですね。はい。<laughs> はい。じゃあ、そうそう、あの最後に、あの <laughs> この動画を見てる方にメッセージの方をお願いいたします。はい。そうですね、あのー。見ていただいてありがとうございます。 えー、今ねいろいろ悩んでいる方とか苦しい状態にいる方とかあと不安がある恐怖があるっていう方いらっしゃると思うんですけどもねまず自分で立ち止まってあのゆっくりした時間をとってですねあのまず自分を大切にしてでそして少しずつ自分の近いところから美しい状態を作っていってそして自分の人生の目的 一体何がここの人生で一回しかないドラマの人生の主人公となった時に何を最後に勝ち取りたいかなって思ってそして今どう生きるかっていうふうに考えてちょっとずつできることからやっていけたらいいんじゃないかなと思うんですね。で私はそのまあ何だろう誰にバカにされてもですねその一番先頭を走っていけるようなおばあちゃんになっていきたいなと思ってますので。<laughs> <laughs> あのなんかの機会でお会いすることがあったら声かけていただけたら嬉しいです。はい。ありがとうございます。はい。じゃあユニーさんの情報はあのこちらの概要欄に載せてありますのでどうぞ、ね、ぜひ見てください。今日は貴重なお話ありがとうございました。ありがとうございました。